オムライスキンとかね、高いじゃないですか、うん、高いからね、ついついね、メモるのね、食べなっちゃう、うん、ケチな人間だから。こんなくだらないこと書いていいのか、そうそうそう、こんな汚い字で書いていいのか、うん、もういくらでも書けますからね、200円でしょ、200円、そんなオムライスキンの10分の1で、もう超安い、分厚さが違うけど、ね、でもね、でもね、オムライスキンはね、厚いんですよ、紙が、無駄に、うん、あれも嫌なんです。でこのくらいの厚みだったらスキャン取りやすいですよ、ね、そうですね、本当ね、いいことだと思う、そう、バッてなるしね、そうそうそう、モレスキンのさ、薄いとはさ、ソフトカバーになっちゃうじゃん、あれ、もはやモレスキンの意味分かってんのかみたいなさ、あれ、モグラの顔って意味だから、だからモレスキンってなんか、うん、あれだ、どっかで買い取ったんだよね、いや、買い取ったんじゃない、でも創業者と違うっていう、いや、そもそもモレスキンは、うんうん、これあんまりあれ言うと怒る人いるかもしれないけど、うん、そう、なんかこうヘミングウェイが使ってたとかって言うじゃないですか、うん、あれも全部あれなんですね、コンサル仕事ですね、それはまあなんつうか、うん、ヘミングウェイとかが、うん、僕ら側のあのノートくれって言ったのは本当らしいんだけど、うん、それとあの会社関係ないですよ、昔は僕ら側のノート表紙に紙がいっぱい挟んであるものを売ってた、うん、でそれがなくなっちゃってもうあれはないのかっていうのがモレスキンだ。でそれを90年代後半になってなんかどっかの人がお、じゃあそういうのを再現しようって言って作ったのが今のモレスキンだから、コンセプト関係ない、じゃあよエピソードじゃない、まあまあという言い方をわざと僕は避けて言いましたけど、気をつけて、うん、そうです、多分だからもうパチモンですよ、それを俺はさ、なんかさ、学生にさ、鬼の首取ったかのようにさ、清水さん、モレスキンなんて200年分からありますよ、かって。何言ってんだ、こいつと思って。知らないからも悔しいから調べたらそうだ。だって昔僕は無地が好きで、で、無地の分厚いノートって売ってなかったじゃないですか。で、僕はずっとつかみ本使ってたんです。出版社でバイトしたから。で、あれいいですね。うん。で、あのつかみ本を使ってたから、白いノートってないんだよねって話したら、モレスキン知らないと100年前からありますよ、おめえ生まれてきてない時のこと、よくお前、なんか、その、常識のように語るな。いや、何そいつのなんかムカつく言い回しがなかったら、発見できてなかった。そう。そいつのおかげだね。モレスキン。うん。でも、モレスキンの秘密を暴き立てたの。あ、そうだね。そうだね。まあ、それはいいんです。あ、とにかく、モレスキンとかいう、これこそが100年前からあるわけ。まあ、俺は無地じゃないから、うん、ちょっと目的が違うね。これあれなんですよ、ね。シネスコサイズに近いです。そう。ああ。それ無理です。あ、じゃあこういう絵にしたいと思ったのに、うん、それをそのまま描けちゃう。そう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 。それがいい。あとよくその、報道の人と記者の人たちが、あの、B4 の、B5 か、B5 のノートを2つに折って、うん、真ん中でこう、はあはあ、真ん中に線引いて、それで書くじゃないですか。それに近いですね、この。2つに折って、それを下書きでやった。だからすごいね。あと、どうしてもなんだろうね、暗闇で書くことが多いんで、うん、そういう時にこの大きさっていうのは、要は、こっからここまでだ。で、書き終わって、次、その分で、その時必ずこうやって下に爪を、親指を置いとくんです。そうすると、うん、その隣に書けばいい。親指で書く。ああ、待って待って。どういう状況なのよ。え、だって。撮影中とか。いや、撮影中じゃないよ。だって、映画館、試写見てるとか。ああ。すごい多いね、それ。だから汚いのよ。なるほどね。そっか、これあれば、あの、だから、これとかって全部基本的にあれなの、もう、暗闇で書いてる。おー、なるほどね。これ紙絵文字じゃないの？うん。非常宣言という映画をこの間見て、うん、でスカイコリア航空っていうのも新しい。で、フレア入れすぎとか、ウイルス。はあ。そういう風な見方をしてる。うん、小島秀夫監督みたいです。なんで？なんか、あの人もなんか映画館に手帳持ってって、なんかこう、セリフ全部書きながら見てたっていう。あ、そうなの。結構それに近いぐらい。やっぱりね、うん、あの、要は、一番ね、あれなのって、見てるときに、何かだなって思ったことって忘れるんですよ、やっぱり。うん、だからその場で書いとかないと、うん、見終わった後に、見終わる前に、で、もう一つあるのは、やっぱりその、すごいことを思いついたことだけ
すごいことを発見したとか、はい、この絵があれじゃんっていうようなことを発見をしたことだけ覚えてて、はい、中身を覚えてないっていう、非常に悔しいんです。なるほどね。だからもう、多分ね、記憶力がすごい弱いんだよね。弱点。そうなの？うん、バカなの。本当に物を覚えられない。物を覚えるよりも、なんか、だから物を覚えてるじゃないですか。そういう記憶やのがあったら、何か思いついてポンとこうなんだろう、弾けるでしょ。泡みたいな。わかんない。わかんない。弾けるわけよ。弾けるとこっちがポンと消えちゃうの。上書きされちゃう。面白い。